どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1になっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。吸血の牙を全員に装備させて戦ってみてくださいと。そういうことだね。今日は鬼と戦ってみようと思います。仲間は草薙3体だね。これに吸血の牙を装備させてます。吸血の牙は攻撃をすると HP を吸収するというやつです。で、吸収率も結構高いので、攻撃力が高いやつと相性がいい装備となってます。光栄はちなみにシン・オバー、オイラン、デビビラン。まあ、いつものメンバーでいきましょう。さあ、どうだろうか。これは実質タンクなしってことだね。タンクなしで、果たして、勝てるのか。微妙なところだと思うけど、どうでしょう。青鬼かーい。実際、まあ、青に勝てなければ、黒にも勝てないよね。うん。まあ、まずもって勝てないと思うんで、行ってみましょう。あ、はい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 。これぐらいだったら全然、いけるな。あ、余裕かも。なるほど。草薙って水に強い、もしや。弱点なんか全然把握してなかったけども。うん。これはね、放置で勝てるわ。あ、ただ必殺技があるか。必殺技が誰に来るかは分かんないけど、それさえ耐えていければいけるな。いける。ネックは本当必殺技ぐらいだ。うん。大体妖術しか使ってこないんで、それぐらいだったらばいけるぞ。うん、全然吸収していけてる。まあ、一回必殺技をちょっとね、青に打ってきてもらいたいんだけども、その前になんかおお倒しそうな気はするぞ。間に合わない。あ、間に合わないね。うん。クリティカルが来た時とかは、若干厳しくはなる。で、必殺技の時も、まあもちろん、ワンパンでやられるよね。お、若干耐えるんだな。あ、でも、押し込まれるか。まあ、運次第だね。運次第では、耐えることもできそうですね。おう。余裕だ。余裕。まあ、おそらく、草薙だったからっていうのがあるんだろうね。え、これ、黒鬼いけそうじゃないか？黒鬼、いましたね。では、行ってみよう。あ、さすがにむちゃくちゃ食らうぞ。あ、でも回復はする。うん。素早さも、230ぐらいなんで、あー。いやー、押し込まれるね。2回攻撃が来ると、ちょっと押し込まれ気味だね。でも、あ、いや、きついな。2回攻撃が来るんで、ちょっと厳しいか？せめて、やっぱ1回でね、攻撃を終えてくれれば、回復っていうのも間に合ってくるんだけど、これじゃちょっとね、吸血の牙の意味が、ないな。むしろ、ステータスに振っていった方が、良さそうな感じかな。おお、いい感じ。こうなるといい感じに回復ができるか。アイテムを使いつつ、ああ、必殺技はもう確実にこれアウトだわ。必殺技はね、うん、確実にこれは分かってた。通常攻撃がね、さっきみたいにばらけてくれたりすると、いやー、押し込むなー。オッケーオッケー。まあ、そもそもね、装備別普通のやつでも、まあ、勝てるには勝てるんですよね。この深い漢方を、まあ、20個ぐらいは使うんだけども、あ、はい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 。うまいこと、そうだね、うまいこと、攻撃がね、はまってくれれば、若干なりとも耐えることはできるけど、完全に耐えるっていうことは、できない。まあまあ、かなりね、HP の吸収量としてはすごいいいんだけど、黒鬼にはちょっと通用しないかな。あ、でももうそろそろ倒しそうだね。でも倒せるっていうのは、牙の能力じゃなくて、今のは回復しときゃ間に合ったな。吸血の牙の能力というわけではなくって、99の強い妖怪だからってことで勝てるって感じかな。そうね、敵のね攻撃がね2回攻撃にならなければまあまあいけそうだけども、どうしてもちょっと厳しいか。黒鬼の素早さが高すぎて、お、いいぞ。お、倒した。倒せはするけどさ。これは牙のおかげで倒せるっていうわけではなさそうです。まあ、青鬼とか赤鬼と戦うときは、全然牙で、いけるんだけども、黒鬼と戦うときは、ちょっと厳しい。ちょっとどころか、ほぼ意味がない感じでした。はい。ということで、またね、コメントよろしくお願いします。それでは、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。